こんばんは。6月27日木曜日のプライムニュースです。今夜のテーマはこちら。小泉悠さんと鶴岡路人さんが解読、ロシアと NATO 両陣営の新戦略です。改めて今夜のゲストをご紹介します。慶応義塾大学総合政策学部准教授の鶴岡路人さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お世話になります。東京大学先端科学技術研究センター准教授で笹川平和財団上席フェローの小泉悠さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。まずはウクライナの最新の戦況です。ロシア軍は攻勢を強めており、24日にはドネツク州ポクロフスクを弾道ミサイルイスカンデル M で攻撃、5人が死亡、子ども4人を含む41人が負傷しています。そして25日にはハルキウ郊外の村で少なくとも4発の誘導滑空爆弾を使用して攻撃、4人が負傷しました。一方ウクライナ軍ですけれども、23日南部クリミアを攻撃、4人が死亡、151人が負傷しました。この攻撃に関してアメリカが供与した長距離ミサイルエイタクムスを使用したのではないかと見られています。まずはクリミア攻撃について注目していきたいんですけれども、ウクライナ軍がこのエイタクムスを使用したとなれば、小泉さん、先月末までに各国が相次いでロシア領内への攻撃を容認したこと、これが大きなきっかけとなっているんでしょうか。まずですね、クリミアに関しては、そのいわゆる越境攻撃の枠には含まないよということが、まあ最初から言われてるんですよね。つまりクリミア半島というのは正当なウクライナの領土であって、そこがもう10年間占領されてるだけですってことなので、まあいわゆるその越境攻撃の議論の中にはクリミアは含まれていなかったです。だからまあこれはどっちかというと、アメリカがその射程300キロのフル射程の、弾をあのエイタクムスシステムから撃てるようにしてくれたということの方が大きいんじゃないかと思いますね。クリミアは、でもロシアはロシアで、クリミアは伝統的にロシアの領土だというふうに言って、あれ2012年でしたっけ、14年か、ね、占領したんですよね。その意味で言うと、じゃあここは なんていうんですか、NATO 側は違うよ、ロシアは自分たちのだよ、っていうふうに言う中で、これはロシア側はその NATO 側の言い分をなんていうんですか、黙認した、そういう理解でいいんですか。まあそれ言うと、はい、この地図にありますけど、ヘルソン、ザポリージャ、ドネツク、ルハンスクの4州も、はい、これもう2年前にロシア併合したって言っちゃってますから、はい、ロシアの言う併合したしないっていう話に付き合ってると、どこも叩けなくなっちゃうんですよね。なので西側が言ってるその越境するしないっていうのは、その1991年のウクライナ独立時の国境の話であるということです。なるほど。で、なおかつ、つまりこれまではその91年の国境内だけにとどめてくれよなという条件で、武器を渡したわけですけども、イギリスがその4月にその話をし始めて以来、じゃあもう領域を越えて攻撃するのはしょうがないよね、自衛権だよねって話になったので、この91年の国境であるかどうかってこともあんまり関係がなくなってきたということですね。はい、ただアメリカだけがまだ唯一この91年の国境を越えるときに、ATACMS は使わないでくれよなという制限をかけ続けていると。だからその射程70キロのやつまでは撃ってもいいよと、でも300キロでこの国境を越えるのはやめてくれよなって制限がかかっているのが今のところ唯一最後の制限ですね。なるほど。はい、鶴岡さんはこのクリミアへの攻撃の事案はどうご覧になってますか。これは今小泉さんおっしゃった通りで、クリミアというのはもう最初からウクライナの一部だという扱いなわけですね。ただもちろんロシア側はそのクリミア攻撃されたくないんですね。そのクリミアが攻撃されたら、どういうことになるか分かってるなということでですね、警告はずっとしていたと、はい、ただ警告に付き合ったわけではないということですね。ただこれ供与する武器が、結局アメリカがどういう制限をかけるかっていうのが一番重要なわけですね。はいはい、ただ例えばポーランドなんかは、最初から制限かけてませんって言っているんですね。ロシア領、正当なロシア領に対しても使えるって言うんですけれども、ただその射程が長い距離をの武器を供与していない国がですね、いくら制限なしといったところで意味がないんですね。ですから結局はアメリカだと。ただこのドイツなんですね、次もう一つ焦点に なる可能性があるんですね。タウルスという巡航ミサイルですけれども、これまだ供与していませんけれども、それは射程は250ぐらいですか。500ぐらい。 500?あれだと思いますね。でドイツはですね、おそらくクリミアに使われるのも嫌なんだと
思うんですね。まあ、あの端的に言うとあの橋ですね、あのケンチ大橋、はいはいはい、あれに使われたくないということなんで、ここ、はい、ですから橋にだけは使わないでクリミアには使えるっていうのもなかなか変な話になってくるんですね、はいはい、ですからちょっとこのどこ使えるっていう話はまだまだ今後も続くんだろうと思います、うん、それはどんな武器を提供し供与して、でもその武器を持ってどこそこまでは行かないでくれなんていうのは、それ NATO でまとまった共通 の, そのルールがあるわけじゃなくて、武器出す 国によって出す武器も違うし、その武器による距離の縛りみたいなのもそれぞれの国が個別の対ロ関係、ロシアとの関係においてあまり長く撃たないでね、でこれはあの思い切り撃っていいよ、でも私たちが提供するのは50キロしか飛ばないよみたいなね、そういうバラバラな状態が未だについてるという感じですか。各国がバラバラでして、はい、ですからこれ実は F-16 って今度供与される戦闘機に関しても、はいはい、あのどこで使えるかが、うん、どこから来た戦闘機かによって、うん、F-16 かによってですね、はいはい、違ってくる可能性があるということで、ですからこれウクライナにとっては非常に面倒くさいんで、ただ供与を受けている側なんで、はい、今のところ各国との約束は守っている、うん、ということにはなっています。小泉さん、これどこの例えばその中距離ミサイルにしても どこの何かっていうのはきれいに検証でしきれるもんなんですか。例えばその、なんだっけ、ドイツとフランスとイギリスの共同開発のミサイルとかありませんでしたっけ。名前は違うけど実態一緒みたいなのはそんなないんですか。あのイギリスフランスに関してはそうですね、はいはい、あのイギリスはストームシャドウといい、はい、フランスはスカルプといいっていうのはあるんで、はい、ただ、まあ、あのイギリス、フランスはともにもうこれは自衛のために使ってるもんなんでいいですよ。たまたま今回は英仏の見解が一致してるからいいわけですけど、おっしゃるようにこれが英仏独とかだったら、はいはい、今頃ヨーロッパからは長距離ミサイルが一発も出せませんみたいなことになっててもおかしくないですし、あとはこうイタリアみたいにそれなりにこう結構これまであの積極的に軍事支援をしていた国がまだ頑固にやっぱりこう国境を越えて攻撃してもらっちゃ困るってことを言い続けたりとか、まあ、またはそのさっきのドイツみたいな、まあ、ドイツ単独開発のタウルスは絶対渡さんぞと言ってる国もあったりとか、本当バラバラなんですよね。だからこう NATO としての方針も揃ってないし、あのその一個一個の国がやることもなんかバラバラだし、ウクライナにしてみればもうなんかまとめてくれよと思うんでしょうけども、ただやっぱそこは鶴岡先生おっしゃる通りで、もらってる側なので、あんまりそこでこうブーブー言うとやぶ蛇になりかねないと思うんでしょうね。じゃあそんなエイタクムス、アメリカから供与されたエイタクムスに対してのクリミア攻撃を受けたロシアの反応なんですが、ロシア外務省24日、アメリカの駐ロシア大使を呼び出して今回の攻撃は罰を免れない、報復措置が必ず伴うと警告していると。で、新しくなったベロフソク国防大臣は25日にアメリカの武器供与により事態がさらにエスカレートする危険性を指摘していると。これは小泉さん、このロシアのこう ATACMS が攻撃使われたと思われる攻撃以降のロシアのこの反応のなんでエスカレート、どうご覧になりますか。まあ、あのエタクムスが使われるようになって、はい、これはまずいなと思っていることは間違いないと思うわけですけど、まあ、とりあえずアメリカは、はい、あのこの91年の国境内に関してだったら、はい、もうエイタックムス使うことはもうよしと言って弾渡しちゃってるわけですよね、うん、なるほど。で、まあ、こういうことを言うぐらいでアメリカがそれを止めるとはロシアもさすがに思ってないと思うんですよ、うん、はははで、あとは、まあ、あの今回クリミア の, その海水浴場のところにこうエイタックムスの弾頭が起こってきちゃって、はい、民間人が多数死んだんですよね、うんうんうん、だからこれがもうその非人道行為である許せない、まあ、確か私も良くないと思うんですけど、うん、まあ、問題はロシアだって同じことやってるわけですよね、はいはい、まあ、この地図にも出てきますけど、うん、まあ、最近だけでも2例少なくとも民間人が死んでると、うんうん、だからそのことを本当に心からウクライナがひどいことやってきた許せない驚いたと思ってるわけではないはずです、うんうん、なるほど。でとすると、はい、こういうことを言ってロシアが狙いたいのは多分アメリカに対して、うん、91年の国境を越えて ATACMS 使わせるのはやめてくれよなってというメッセージを出してるんだろうと思います、ね、うんうん、そういうコミュニケーションがなんとなくこうウクライナを横に置いて米ロの2大 核大国の間でそのコミュニケーション、うん、なんか会話ですよね、うん、そういうのがずっと戦争が始まってるずっと続いているというこういう状況ですよね。あのやってんだと思いますね、はい、であとはまあこうアメリカ側もたびたび言ってますけど、もしもロシアが核使った場合は通常戦力で猛烈な反撃かけますからねとかですね、うんうん、からまあ、アメリカはやっぱりこう他のヨーロッパの国々と比べると、はい、ものすごく軍事援助にいろんな渡せるものを持っているのに、うん、軍事援助にすごい慎重じゃないですか、うんうんうん、あれとかもバイデン政権が自分で考えてこれを出すのやめようって言ってるのか、うん、
もう実はバックチャンネルでロシア側から具体的にこういうもん出さないでくれって話があるからためらうのかっていうのは、まあ、外形的に分かりませんが、そういうのはあっても全然おかしくないと思ってます。なるほど。さらに燃えエタグムス関連でもう一ネタあるんですけどね、小泉さんね、これなんですけど、ウクライナが狙ったと見られる施設なんですけれども、 SNS 上に出てる限りにおいては23日にウクライナが撃ったエタグムスのうち数発がこのクリミア半島のビチノにある宇宙通信施設に、まあ、着弾したと、被害を及ぼしたという話が出ていて、まあ、これがビチノなんですけども、その問題はこの施設、宇宙通信センターって、これ要するにパラボラアンテナがいっぱい並んでいてみんな上を向いているっていう、これまずこの基地、この施設は何ですか。これ私もあんまり詳しくないんですけど、とにかくこうソ連が打ち上げた惑星探査機とか、それこの相当遠くまで飛ばした人工天体と通信するための、まあ、装置らしいんですよね。でとにかくもうこれはバカでかいアンテナ施設で、これと同じやつが2セットあるらしいんですけど、なんかこのぐるぐる回すメカニズム部分はこう巡洋艦のその大砲のこの、ま、回るメカニズムを取ってきてるとか、まあ、いろんなこうありもの兵器の部品を組み合わせてこういう巨大アンテナ施設を作った、もうソ連でも他にもないような巨大通信施設らしいんですね。で、まあ、ということは逆に言うとこう本当に軍事用っていうのは純科学研究用のはずなので、なんでウクライナがわざわざこんなとこ叩いたのかっていうのはよく分かってないんですが、この通信施設があるのと同じ敷地内にどうもそのロシア軍 の、まあ、グロナスって ロシア版 GPS ですよね、あれ の、 なんかその補正局、補正電波を出す局なんかがあるらしいんですよ。なるほど。だからそっちを叩いたんじゃないかという見方もあります。まだちょっとこの施設のどこがどのぐらいやられて何が壊れたかってことがよく分かんないんですけど、まあ普通に考えるとそうじゃないかと思います。ここからはロシアの核使用がどこまで現実味を帯びてきているのか伺っていきます。こちら、まず20日、プーチン大統領は核使用条件を定めた軍事ドクトリン、核ドクトリンの見直しを検討していると発言しました。そして23日には下院のカルタポロフ国防委員長も、自国への脅威が高まっていると判断した場合、核の使用について判断する時間を短縮する可能性があると言及しました。さらに24日、ペスコフ報道官が核ドクトリンの見直しを開始したと表明しました。まあ、先月から始まったロシアの戦術核の演習はすでに第2段階に入っているわけなんですが、小泉さん、このタイミングでロシアが核ドクトリンの見直しを表明した意図、ここはどうご覧になりますか。まあ、まずこのプーチンが言っている軍事ドクトリンというのが、まあこうロシア の、 政策文書体系の中においてはこう軍事政策の具体的なことを定めた文書なんですよね。で、まあ、これがその国家安全保障戦略に基づく形で軍事ドクトリンが作られると。で、最後にロシアが軍事ドクトリンを改定したのは2014年なんですね。だからもう丸10年経っていると。まあ、前回の軍事ドクトリンはそのクリミアをロシアが取って西側との関係が悪くなるという状況下で作られた軍事ドクトリンだったと。でそれから またこう戦争も始まって随分状況変わったので、そろそろ変えてもいいんじゃないと言われながらやっぱり10年変わってないので、まあ、丸10年でそろそろ変えることはおかしくないと思うんですね。ちなみに、10年間軍事ドクトリン変わってないっていうのは、ソ連崩壊後の歴史の中で最長なんですよ。そうなんです。それまではだいたい 7,8 年から短いともっと短いスパンで変えてますので、一番短いのは4年で変えましたね。だからまあ10年経ってますから、もういつ変えてももともとはおかしくない状態だったんですけど、まあそこで実際に今度その戦争が始まっていて、なおかつこうウクライナ の、 まあそのミサイル供与であるとか、そのミサイルどこに使わせるのかって問題がアメリカとの間で政治問題化していると。だからこう核の脅しをロシアたびたびかけてるわけですよね、演習とかも含めて、という中で軍事ドクトリンを変えるかもねということを、相次いでこの高官たちが言い始めてるわけですから、まあ当然これはその核の脅しをさらに強化するような文言というのを軍事ドクトリンの中に盛り込んでくるということが予想されますよね。すみません、なんでこう中身がどうなるかまだ分からないですけど、どういう言い方になるのかな、あるいはこれまでロシア の、 その戦略家たちが核をああ使うんだ、こう使うんだってことを言ってきたわけですよね。そういう考えがどのぐらい反映されるのかなってところを注目しています。
これ核ドクトリン使用条件、核の使用条件って大きくこの4つだということでこう用意したんですけれどもね。でもこれを見直すという意味ですよね、はい、ただ見直すといっても例えば4項目目とかですね、その国家が存立危機に瀕する通常兵器による侵略、うん、ないしは、まあ、死活的に重要なその3つ目とか4つ目とかっていうのは非常にこうなんて言ったらいいんですか、都合のいい幅広いどうにでも解釈できる文章が並んでいるから、そのプーチン大統領がそうなんだって思ったらいつもボタンが押せるような文章に3行目 3項4項とかって見えるんですけれども、これをあえてなんか見直しを開始するというふうに言う意味ありますか。あのおっしゃる通りで、特に第4項ですね、はい、国家がその存立の危機に瀕した場合は、はいはい、もう通常兵力でも兵力による侵攻でも遠慮なく核使いますという、うん、この項目は、うん、プーチンが大統領に就任した2000年に作ったプーチン政権初の軍事ドクトリン、なるほど、ロシア連邦としても2つ目の軍事ドクトリンの中で初めて盛り込んだ項目なんですよ、はい、で当時から、うん、まあ、何とでも言える項目ですよね、うん、と言われていて、うん、はい、ただこの核抑止の世界では何とも言えるというのが一番怖いわけですねつまりこうあらゆる核使用のオプションの幅がそこからは、はいはい、導き出せるわけなので、はい、まあ、逆に当時そのアメリカとかロシアとかの核戦略の専門家たちっていうのは、はい、これは結構怖いドクトリンだよねと、ロシアが、例えば非常に早い段階で核を使ってしまうってこともあり得るわけだから、はい、うん、これはなかなか踏み込んできたねという評価がされたわけですね、うんうんうん、なので単純にこう使用オプションの幅を広げるという意味ではもう24年前に最大限広げ終わっているの で、 そ、 うですよ、ね、そこは別にいいんですが、はい、問題はこのカルタポロフ国防委員長がですね、はい、うん、言ったこの核の使用に、まあ、これはロシア語をどう判断するかなんですけどね、はい、核の使用について判断する時間を短縮するという言い方なのか、はいはい、単にこの核の使用のタイミングについて考え直すというふうにも訳せるんですけど、はあはあ、まあ、多分この軍事ドクトリンの規定の中に、はい、なんでしょうね、こう国家が存立危機に瀕する前、本当に瀕する前のもっと予防的な条件で核を使うみたいなことが盛り込まれる可能性はあると思います。はあ、でこれ今このフリップに出てる、はい、核ドクトリン4条件っていうのは、はいはい、その軍事ドクトリンを補完する形で2020年に公表された核抑止政策の基礎っていう文書の、うん、載ってる4要件なんですけど、はい、この文書の一番最初のところに、うん、核抑止の一般的性質ってよく分かんないセクションが設けられてるんですよ、うん、でそこに書いてあるのは、うん、それ用意しておけばよかったですね、すみません、すみません、あるんですよね、はいはいはい、でそこに何で書いてあるかっていうと、うんうん、ロシアが具体的にそうするとは言いませんが、うん、世の中には核に関してこういう考え方がありますよねということが書かれてるんです。何を言いたいんですか。まだヤクザの脅しに近いですよね。やるとは言わないんだけどこんなこと起こったら嫌ですよね、はい、っていうことを書いてあるセクションがあるんですよ、はい、でその中には本当にこう別に国家の存立がやばくならなくっても、うん、非常に早い段階で核を使っちゃうっていう考え方はもう世の中にはあるらしいですね、そういう考え方承知してますよってことが書いてあるんですね。どっかでそういう話もあるけど、うん、我々がそれをやらないとは言わないよみたいな、そんな雰囲気ですか。でその後の具体的なロシア自身の使用条件のところにはそこは入れませんよってことなんですけど、はいはいはい、まあ、あれはそういうこう、まあ、状況によっちゃそういう考え方を採用することもありますよねと言ってるように見えるわけですよね、うんうん、だからまあ今回 の、 そのプーチンとかカルタポロフが言ってる核使用条件の変更っていうのは、うんうん、まあ、一般論として我々もそういうのは知ってますと言ってた話を、まあ、正式に自分たちのドクトリンとして採用するという話になる可能性が私高いと思っています。 NATO では来月にもロシア軍の大規模攻勢があるのではないかと見ているようなんです。こちら NATO の当局者は21日までに記者団に対してウクライナ戦況に関し楽な夏になると錯覚してはならないと発言、ロシアが7月に大規模攻勢を仕掛けるという予想を明らかにしました。鶴岡さん、 NATO がこのタイミングでこうした発言をした背景どうご覧になりますか。やはりさまざまな場所でですね、戦場でロシアが有利になっている場所がたくさんあるんですね、うん、まあ、そういった延長線で言ってるんだと思います、うん、で本当にですね、全く新しい大規模攻勢っていうのは、うん、やはりこれ衛星で相当見ていますから、うん、予兆はだいぶつかめるんだと思うんですね、うん、ですからなんかそれが本当になんか
全く新しいものがあるというよりは、うん、自利品っぽくですね、うん、いろんなところで押されていくということを恐れているという、うん、そういう文脈の発言なんだろうと思います。ウクライナ戦争に関してその長期的なスパン の、うん、見通しっていうのを春頃からずっと伺ってくる中で、はいはい、今年は、まあ、ウクライナ側は防戦に回るだろうと、そして攻勢に回るとしたら来年2025年の夏頃、春夏なんじゃないかっていうようなお話を聞いてた記憶があるんですけれども、先ほどのお話があったみたいに越境攻撃ですとか緊張感はすごく増してるよなっていう内容の、ね、事案を最近よく伺うんですよね。そういう中でこの足元の動きっていうのは、今年はウクライナ側は防戦に徹するんだっていうこの長期的な見方を変えうるものですか、それとも今ってどういうふうに見たらいいんでしょうか。長期的な防戦せざるを得ないってことなんだと思うんですよね、うんうん、昨年の反転攻勢が失敗しましたので、はい、で次の反転攻勢そう簡単にはできないということで、うん、そうしますと次の大規模な反転攻勢までは耐えるしかないということなんですね、うん、ただこれ今非常になんかギャップが生じているのは、うん、この現場戦場レベルではロシアが推しているところがたくさんありつつ、うんはいはい、このもうちょっと上のところで、うん、このなんていうかロシアの懸念が高まっている部分があると。どうですか。ですからそのロシア領内への攻撃の制限が、うんはい、どんどん緩和されてきたりですとか、うん、あるいはこのウクライナ領内に、はい、この、まあ、フランスの話がですね、訓練の部隊を出すという話が、はい、ちょっと今選挙で議会選挙が急に入っちゃってですね、はいはいはい、結局まだ発表がないですけれども、はい、ただああいったものがちょっとずつ起きてくると、はい、ですからロシアにしてみれば、うん、そのなんか戦場では有利だったはずなのに、うん、なんかもうちょっと大きなところで、うん、この想定よりも NATO 側がなんか覚悟を決めてやってきていると、うん、でこれをがなんかなし崩し的に広がっていくことはロシアにとっては相当嫌なんだとは思います、うんうん、それが鶴岡さん、そのさっきのロシアが前線並びに通常兵器の向き合いにおいては有利に見えるにもかかわらず核の脅しを使うっていうのはね、今言われたような例えば越境攻撃の頻発とか人的支援の拡充みたいなそういうところに対する懸念からそういうロシアが言い出しているというふうにご覧になりますか。ええ、ですからやっぱりそのそういうその核の威嚇とかですね、はい、改めて発せざるを得ない状況だと認識しているということなんだとは思います、うん、小泉さんもどうですか。ロシアから見るとこれたまらんぞと、核の脅しでも今撃っとかなくちゃいけないということですか、うん、でも核の脅しってもっとこう本当にやられそうになった時にやられそうな側が使うんだったら分かるんですけど、うん、全面的に通常兵器で押している時にやるもんですか。まあ、さっき その長野さんのご質問と絡めて、はい、お話をすると、はい、まあ、今ウクライナが劣勢に立たされていることは間違いないんですよね、はい、まあ、年内中はやっぱりウクライナはもう守りに徹するしかないと思うんです、うん、でということはロシアが押してるってことですよね、はい、ただ、ロシアがじゃあ圧勝できるかというと明らかにそういう状況ではなくて、うん、まあ、本当にこう皮一枚ずつ剥いでいくような戦い方を現状ロシアはするしかないわけですよね、うん、まあ、その中で、ウクライナ側の抵抗力がどこかで限界を迎えて、うん、もう戦争が継続できないという時に、うん、まあ、ロシアにとって有利な停戦条件を押し付けるというのが、まあ、現状今ロシアが望みうる勝利シナリオだと思うんですよ、はい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 、でそこで困るのは、NATO の その支援がかなり本気になっちゃって、うん、ウクライナ の その抵抗力がいつまでも尽きないというシナリオだと思うんですね、うんうん、だから今そのプーチンがかけてる核の脅しっていうのは、うん、こう戦場においてロシアが負けそうだからかける核の脅しというのは、うん、ウクライナに対する支援のレベルを上げてほしくないがゆえにかけてる核の脅しであると。なるほど。だからまあこの 今戦場で起きてることではなくてこう将来の期待値に対して行ってる核の脅しという側面が強いんじゃないかと思いますね、うん、政治的な駆け引きのニュアンスが非常に強いんですね。もしかしたら西側の NATO 各国に対する世論工作なんかも含めてちょうどイギリスで選挙があったりフランスでマクロンが負けそうになっていたりいろんな状況が発生してるわけじゃないですか。そういう時に核の脅しを今ポンと打つことによってちょっと選挙結果にも影響するかもしれない、うん、こんなふうなことまで核を使ってそこまで手を入れようとするもんですか、うん、政治レベルではそれ考えてる可能性あると思うんですよ、ね、はい、まあ、やっぱりいやこれでウクライナなんかにかかずらり合うと、うんうんうん、そう核戦争になっちゃうかもしれないではないか、はい、だからウクライナなんかほっとけっていう声が、うん、まあ、特にこう極右を中心に実際あるわけですから、
もちろん軍はそこまで考えてないと思うんですけど、うん、最終的にその核の脅しを認めて表に出すのはプーチンのレベルなわけですよね、はい、まあ、多分そのレベルではそういう政治戦略も込みで考えてんじゃないかと思いますが、うん、まあ、これ確かめようがないですからね。鶴岡さんいかがですか、 NATO 各国に対してね、選挙ある国とか揺れてる国いっぱいあると思うんですけれども、政治的な影響力、核の脅しがね、それぞれの国の選挙とか政治情勢、何しろ、まあ、はっきり言えばリーダーの政治判断にもね、そんなに本腰入れてウクライナに関わらない方がいいんじゃないかっていうところに影響出ると思います？出ると思いますというのは、これ2つルートがあってですね、はい、1つはおそらく裏で相当、例えばドイツなんかにいろんな脅しをかけてるんだと思います、はい、うんうん、ですからタウルス絶対提供するなよっていう脅しですね。でこれは裏で相当ギチギチやってる、うん、そこまで嫌だったら やったらかなり効果的という意味ですよね、うん、逆に言うと、まあ、そうなんです、はい、ロシアって嫌なことに関して反応するんで、ある意味分かりやすい部分があるんだと思うんですね、はいはい、でもう一つはやっぱり表でして、はい、うんうん、やっぱり核の話ってこれやっぱマスコミでも話題になっちゃうんですね、なります、一般の人にも伝わっちゃうんですよ、うんうん、でそうしますとやっぱり、うん、それこそ本当にこんなのやってたら、うん、核戦争になってしまうということを恐れる人は増えてくるんだと思うんですね、うん、なるほど、であともう一つやはり本当に使われてしまった場合ですね、うん、これ例えばウクライナで使われた時に、はい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 、一発や二発使われたところで、うん、おそらくウクライナ人がいやもう降参しますにはなかなかならないんだと思うんですね、うん、場合によってはもっと、はい、そのロシアに対する抵抗の決意が上がってしまうこともあるかもしれない、うんうん、ただもしウクライナで核兵器使われると、うん、例えばドイツ人とかがどういう反応するかってことですよね。やはりこれこのまま戦争してたら本当にまずいことになると、うん、もうすぐ停戦しないとまずいっていうですね、うんうん、世論になるってことは十分考えられる。ごめんなさい、ヨーロッパ NATO の各国のね、その反戦感情、厭戦感情というのがどういうものなのかっていうのは国ごとのやつか僕は全然わかんないんですけれども、今言われたのはウクライナにもしもその戦術核、まあ、ちっちゃいやつですよ、バーンとなんかあって何かしらのそのことがあった場合には、うん、NATO の加盟国の中で最初に、うん、こらやばいわちょっと引こうよっていうふうに話が出てくるのは今ドイツって意味でおっしゃってるんですか。多分ドイツだと思います。あ、今ドイツってそういう国なんですか。そういう国って言い方変だけど、なんか目覚めたドイツとかって1年ぐらい前やんなかったっけ、はい、やっぱり目覚めてなかった。あ、目覚めた、はい、どうぞどうぞ、目覚めてますけど、おそらくそういう反応って日本も一緒だと思います、はい、はあはあ、この地域での何かで核兵器が使われた時に、はい、うんうん、もっとやれという世論になるか、なるほど、やめとけという世論になるか、なるほど、その意味で言うとじゃあ最初にドイツが転ぶだろうと、うん、まあですね、それは本当に使われた場合に。使われた場合ね。